今夜は池袋にある小籠包の店にやってきました。エイショーです。メニューはこんな感じで、テイクアウトもできます。早速店内に入ってみましょう。店内で一つずつ手作りをしているようです。小籠包が来ました。早速いただいてみたいと思います。